あ、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 久保さん、ミスりました。今ね、10分くらい喋ってたんですけど、あの、録画されてなかったですね。<laughs> 録画されてなかった。確認してないな。うわ、マジか <laughs>、まあ。久保さんにとってはね、ファーストコンタクトですけど、僕にとってはツーコンタクトですね。<laughs> はい。ということで、あのー、まあやる、やれることはやりましょうって話ですね。でさっきね、あの、僕、ずっと今日朝起きて、イチロー選手の動画聞いてるんですけど、 まあ、カレーが好きだ、みたいなね。ずっとカレー食う、みたいな、うん。ビーフ、ビーフが入ってないビーフカレー、みたいな。具材溶けてる、みたいなで。変わらない味、みたいなね。うん。だから、その、変えるべきものと変えちゃいけないものってあると思うんですよ。変えるべきものと変えちゃいけないものっていうのがあ,あると思うんですね。例えば、イチロー選手だったら、その、僕よく言うんですけど、準備運動ですよね。準備運動すごいんですよ。うん、しっかり体作り込んでやってるんですよ。 それって変えちゃいけなくないですか多分。自分のパフォーマンスを上げる上で、しっかりと準備運動をするという、ここのプロセスっていうのは変えちゃいけないと思うんですよ。うん。やり方を変えたとしても、準備運動の、その、ウォーミングアップのやり方を変えたとしても、その、そのプロセス自体は変えちゃいけないですよね。やらない。つまり、その準備運動をやらないと。ウォーミングアップしないというプロセスをな排除するのは、ダメですよね、多分。ダメというか、まあ良くないですよね、多分。 うん、まあそのすげえ天才でね、準備運動もウォームアップも体も温めず、いきなり,いきなりバッターボックスに立って、いきなりホームラン打てるとかね、そんな神がかってる人だったら別かもしれないですけど、<laughs> ねえまあよく年を取ってね、準備運動をせずね、いきなりなんか走ってね、アキレス腱切るみたいなのあるじゃないですか、<laughs> 必要だと思うんですよね、怪我する前に。うん そうだからまあ初心忘れるべきからずっていうところでまあ久保さんもねいくら稼いでもねセルフバックやりますよとかねみんなの金庫やりますよっていうところでまあ細いのもやってるわけですよ僕もやりますし先,先月かな三井住友のリボストーリーみたいなやつをあのセルフバックでやりまして5000円ぐらいでしたね まあ1万円ぐらいなんないかなと思ったんですけど、ずっと結構キャンペーン何回か見てて、まあ5000円がマックスしちゃったんで、まあいいやと思ってやったんですけど。ね。うん。やってますよ、僕も。<laughs> そう。だからその初心忘れるべからずっていうのは、本当大事だと思います。忘れちゃいけないことですよね。うん。はいや、あの対談でも言ったと思いますけど、やれるべきことをやると。 でもやれるべきこともやらなくなったら多分人は退化していくと思いますね。うん、はい。いってらっしゃい。